OK、セットした。OK。じゃあ、喋りましょうか。いいよ。ちょっと待って、行くわ。ここいいよね。なんか、祠があって。でも、絵になる。ね。正直、なんか出そうよね。雰囲気的に。気持ちよくはないかもしれない。ちょっとなんか気味悪いよね。後ろ廃墟やしさ。人っ子一人いないもんね。うん。まあでも静かだから喋りがするにはいいけど。でもね、あのバックがいいんよ。入る。うん、確かに。うん。じゃあちょっとしよっか。じゃあ喋、りはしましょう。はい。ここバックでね。はい。はい、テーマは、トラロシということで。トラロシということで。はい。トラ年がテーマです。トラ年ですね、うん。で、僕は今ちょっとこのこっち目線っていうかね、カメラ、あ、そうね、うん、向かって普段あんま、そう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 、このアングルで撮ってみようかと。あんまない。2カメでね。うん。うん、だから風景を写しつつ喋り場をやるっていう。そう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 。という試みでございます。はい、うん、はい、行きましょう。はい、どうも。はい、どうも。はい、ということでトラ年。トラ年ですね。トラ年、タイガーさんどうですか。そうですね、トラ年、そうですね、まあ、まだちょっと何とも言えんですけどね、うん、まだだってね、うん、あの始まったばっかりじゃん、1月も。そう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 。で、今からっていう感じでしょ。うん、今からですね。トラ年行ったって、他の年と大して変わらないですからね。まあ確かに。なんか静かな立ち上がりだったんですね、今年の1年ね、まだ。そうですね。飛行徳さんどうですか。いやトラっていうのは、まあ、まあ徳山動物園とかのトラさんも気になるし、あとサファリランドのホワイトタイガーとかも気になるかなと。あ、そうですね、サファリランド行きたいですね。いいね、みんなで。うん、まあトラだけにね、トラだけ絶対いいと思うんですよ。いや、ほんと。え、あれ倒れた。マジか。あれ、ちょっと待って、倒れたな。惜しかったね。なんか足場が悪いんじゃない？足悪いんかもしれん。ちょっと待って。ちょっと壊れてませんかね。かなり柔らかいから。ちょっと待ってね。一回倒れて画面がバグった。はい、撮り直し。いいよいいよ。じゃあ、はい。どうも、おりわしゃべです。はい、今日のテーマは何ですか。はい、トラ年ですね。トラ年、まあこうそうですね。はい、トラ年です。はい、はい、トラ年。うん、トラ年ね。トラ年。何かありますかね。牛年の次ですね。牛年。そうですね。牛年。なんかトラが出るんじゃない？ああ。まあマチェットがあったら倒せますよ。マチェット。マチェット。君の得意なマチェットやで。君の得意なやつやな、それ。マチェットで倒しましょう、マチェットで。そうだね。ね、うん。まあ本当、今年の抱負というか、はい、ね、はい。今年の抱負。今年の抱負か。抱負だね。うん。うん、トラにかまけて。トラにかまけて何するの。あれ、僕あれなんですよ、あの動物占い、動物占いはトラなんですよ。おお、ですです。あれ、まあ、まあ、マジかよ。は、うん、これ食べた、なんてな、あれ確認したけどな。いや、場所ね、いいと思うよ。ちゃんと立ってるし、ほら、ほら、おかしいよね。しかも閉じたんだけど。あー、画面バグった。うん、ちょっと一回閉じんねけん。いや、なんかこれ背景が、背景っていうかさ、なんかいわくつきなんじゃない、ここ。もう明らかに怖いだよ、ここ。場所変えた方がいいんじゃないか。たまたまやろ。たまたまかな。はい、
まあ、でもこれが絵になりますね。そうですよね。せっかく ね, ね、いいところ見つけたから、もう一回やってみましょうよ。あいたち、街から結構距離離れてますからね。ああ。めったに来れないですよね。まあね。いい風景ですね。いや、いいとこなんだけど。逆に不気味っていうね。まあまあ、確かに。やりますか。さあ、気を取り直して。はい。はい。はい。おはようございます。はい、今日のテーマは何ですか。今日はですね。はい。寅年ですね。寅年です。はい、寅年の思い出。思い出。思い出とは何かっていうね。寅に関する思い出。寅に関する。寅に。ねえな。ねえな。あれ。また。撮るなって言ってるのかな。これやめた方がいいで、やめとこやめとこ、やばいなこれ。なんで信じないけど、なんかそんなことある。これやめた方がいい気がする。そんなことある。これやめた方がいい。またこれでカメラダメだった。めっちゃ悪いね。向き変えたらいいんじゃないか。向きを向き変えますか。ああ。いやー、いいかな。まあ いや、じゃあちょっと、もうやめていこうか。はい。まあちょっと、断念ということで。っていうか、怖すぎるよな。何回も何回も倒れるって。うん、そうだね。場所からいいんかな。